前は一緒に散歩するのあんなに好きだったじゃない。もう子供じゃないし。それじゃあ久しぶりに神社の方へ行ってみない？お母さんまだあそこ行ってるわけ？バカじゃん。でもキリコだって。まあ小学生の時は面白い話だなって思ってたかもしんないけどさ、もう私中学生なんだよ。そんなありもしない小道どうでもいいっつうか、その変な男の子だって結局それっきり会ってないんでしょ？ただキモいだけだよ、そんな話。早い話がさ、もうお母さんにばっか付き合ってらんないっていうか、今日もごめん、予定入っちゃったから。西口に美味しいお菓子屋さんがあるんだって、花ちゃんとまどかに買ってってあげるの。大丈夫なの？あなた、方根地なんだから。待ちなさい、キリコ。花ちゃん！なになに？私たちに何か買ってくれんの？もうダメだよ、聞いてたの？だって聞こえちゃったんだもんね。まどかには内緒だよ。おばさん、おはようございます。じゃあね、お母さん、行ってきまーす。この近くで縄文時代の遺跡が出たことがあって、それで掘ったらしいんですよ。へえ、そうなんですか。縄文時代のようなんですか。でもなんか変わった絵ですよね。毎日撮っても全然気づかなかったね。気づかなかった。今日の川の水はどうですか？さっきのおじいさんと奥さん珍しいなと思いましてね。川の水が多いか少ないかで挨拶をするというのは、この辺りでは普通の挨拱なんですか？いえ、どうでしょう。昔はそういえばよくそんなこと言ってましたかね。この近くに水のある神社ってあります？水のある神社？ええ、確かこの辺だった。ひょっとしてバス間違えたんじゃないですか？そうなんですか。よかったら案内しましょうか？いや、そんな、道だけ教えていただければ。ダメですよ。さあ。それがどこの子だったかよく覚えてないんです。いつの間にか一緒に遊んでて。どんな子でした？年は多分私と同じぐらいで。水のある神社ってなんかいいよね。
きっと大きくなったらあなたにも似てるかもしれない。僕に？水がある神社っていいな。仲直りできますようにってお参りしちゃった。娘さんと喧嘩でも。それでその時私自転車の鍵なくしちゃったんです。あら、それは大変だ。そうなの。もういくら探しても見つからなくて。あれ、どうしました？小道がある。この小道を一緒にいた男の子が私の代わりに自転車上まで引いてってくれたんです。鍵がかかってるからハンドルをこう両手で持ち上げて。大丈夫？大丈夫？やっと上の道に出て自転車受け取って、ありがとうって振り返ったら、その男の子もうどこにもいなくなってたんです。登ってきたばかりの小道もなくなってて、私その話をキリコに娘にしたんです。その頃娘はまだ小学生で、私もその男の子を会ってみたいなって。でも結局最初の時以来何度見に来てもその小道はなくて、それが今日もう何年かぶりに。今時単線の線路って思ってる？あの、新小金駅ってこのどっちですか？そこを左に曲がってみて。ありがとう。
道あったっけ？さっきはごめん。駅に行く道、嘘教えちゃった。なんでそんなことしたの？悪気はなかったんだ。ちょっとしたシャレっていうか。でも、シャレになってないよね。大丈夫？そんな。駅に行くよりさ、お母さんと散歩した方がいいよ。どうして？この辺りを散歩していると知らないことがいっぱい見つかるんだ。そうじゃなくて、どうしてお母さんのこと知ってるの？どうしてって聞かれてもな。何これ？お母さんに返しといて。返す？私のお母さんに？悪気はなかったんだ。ちょっとしたシャレっていうか、話したくてね。それでつい隠しちゃったんだ。ちょっと待ってよ、これ何？夕焼けが綺麗だよ。お母さんだ。
に散歩しよう。